どうも、りょうへいです。どうぞ、です。ありがとうございます。はい、本日は、ちょっとね、バッティング系というか、バッティング系ですね、お遊び系お遊び系ですね。やっていこうかなと思います。まあね、去年もさ、ストライク取ったら、みたいな感じでさ、はい、やりました、ね。あとはお遊び系で、ネットティーとかさ、ネットティーやりましたね。いろいろやって、まあそこでね、遊びながら練習してこいよ、みたいな感じで、今回はバッティング系で、スイングスピードをちょっと競っていこうかなと思います。で、はい、使用するのはこちら、SSK のマルチスピードテスター。ちょっと前にね、まあ、はい、比較的新しめな、スピードガン、本当にコンパクトで手のひらの中に収まっちゃうようなスピードガンで、これは普通にね振ってればとか、まあ投げるんだったら投げてればスピードも出るしような、感じの、まあこういう風にしてね、はい、よし、そうピッていってスピードが出るっていう感じの、スピードガンとなっております。なんで今回使用するバット、はい、はい、1キロのマスコットバット、はい、と、はい、僕のねデュアルフラッシュ、はい、デュアルフラッシュ先に、じゃあ重い方をお互いに3スイングで、その後デュアルフラッシュを3スイングして、はい、それでどうするか、勝敗は、まあ、一番高かった、そうだね、スピードが高かった人が勝ちにしますか、はい、ワン勝負、ワン勝負で、こっちで3本でワン勝負、はい、でやっていきましょう、やっていきましょう、はい、じゃあね、今日はただやるんじゃあれなんで、バスゲーマーです、そうね、お酢飲みます、お酢ドリンクということでね、スイングしてダメだった方は健康になっていただこうということで、はい、一気飲みですよ、つ出されたものは飲みましょうね、はい、はい、ということで僕は飲みたくないので頑張っていきます、頑張りましょう、はい、はい、それではやっていきます、はい、じゃあまずねトレーニングバット、マスコットバットの方からやっていきます、はい、じゃあやっていきます、一スイング目ね、言うてね、まあ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 、くそ重てえ、今のが95いきますね、2スイング目、98、100出しましょう、100出ないで、100出しましょう、陽平さん、そうね、100割出したい、ラスト3スイング目、あ、ダメだ、今の1回で、お6出た、ぴったり、さすが、いや、重てえ、練習にはなってないけど、筋トレにはなりそうだね、これ OK、じゃあ、次はヒロト君いきますか、いきましょう、いや、重っ引きを、じゃあ、早速振っていきます、まあ、勝てるように頑張ります、よいしょ、97、はいはいはい、そんなもんなんだ、え、結構振った振った、やばい、うわぁ、あぁ、98、はい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 、98キロ、重い、じゃあラスト、うわぁ、あ、ダメだ、来た、はい、はい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 、これはバッテの違いってことで、バッテありかな、そういう現象ですか、違うね関係ないと思う、ということで第1ラウンドは、第1ラウンドは良平さんの勝ち、はい、ね、重かったね、重かったっす、1キロって重いね、重い、よく高校の時振ってたわ、こんな振ってた、みんな振ってた、トレーニングバット冬なのでキレを出すよりかは力をつけるっていう、今、ね、まあこの時期だったらちょうどいいと思いますので、持ってる方はぜひね、はい、振ってみてください、はい、なおかつ確かね安くて4000ぐらいで買ったの、安くないですか、で実は可能なんで高校生とかでも家で振りたいなーなんて人がいれば買える値段ではあるので、まあいろんなとこお店行けばマスコットバットはね安く買えるところも多いのでぜひチェックしてみてください、はい、はい、じゃあひろと次のバット持ってこい、よいしょ、はい、はい、デュアルフラッシュです、これが一気に下がります、 700g 以下の、ね、83cm、 まあ短め、短め、結構出やすいと思うので、そうですね、まあここでまたも勝って僕はオスを回避できればと思います、ヒロトは勝ってオスを回避したいんですけど、でもうオスは決まってるから増えるか増えないかとか、あ、じゃあ引き分けだったら2人と、あ、そうだよじゃあ2人同時飲めるように乾杯できます、じゃあ第2ラウンドやっていきます、よいしょー、はい、さっき俺先行だった、さすがにねプレッシャー与えてじゃあいきましょう、ワンスイング目いきます、よっしゃ、はい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 、まあまあここから上げていきましょう、2本目、よいしょ
さあ3スイング目、うわーしゃ、今前で振れたんじゃない、あらあら、これ巻きた時は2本ですもんね、なんでまあでも俺がね110いかないかもしれないからね、じゃあちょっと僕もやっていきます。はい、じゃあデュエルフラッシュ前バット、ここはね、まあ前バットだから勝ちたいよね、なんとか一層スイング目やっていきます。だだ、はいはいはい、はい、もう最初はこんな感じじゃないですか。でもやばいな、さっきヒロと110は全部出たしな、ちょっと110台は乗りたいね。さあ2スイング目、あ、オッケーオッケー、でもまだ負けてる、でもまだ負けてる、さあめちゃくちゃスイングでいきますか。66なんでまあそれ以上ですね、うん、うわぁ、また早いんだけどどういう落ち温存してた、え温存してた、太った太った、うんかもしれない、早くないですか、いや、早くはなくない、早い、でもマックス、今までの120ぐらいか、じゃあ同じぐらいじゃん、126じゃんはい、エンディングいきますかはい、お疲れでした、最悪だ日本分ね、コップ2杯ね、コップ2杯、大人げない、君も大人だから、打率はでも俺の方が高いんで、で俺言っとくけど去年長打1本だけだよ、ラガーズ打ってんだよ結構長打なんすかねまあでもね、スイング綺麗だからね、だからそっからあのねここにたくさんパワー控えてんだから君も、これをこれが邪魔なんですよ逆に、だから綺麗に変えてこ、それを、そう、うん、結論、スイングスピードはスピードっていう点だけで見たら綺麗は必要だね、やっぱ確かに、で、はい、翔平さんも筋肉めっちゃあるしね、そういうところもあるんで、でやっぱ重いバット振った後になんかほら期間で分けていくじゃん、そうだから軽いバットもねぜひ持ってる方はまあ1週間じゃあ重いバット振ってみようっつって筋肉鍛えて、その後キレっていう意味で軽いバット、振っていくみたいなのもね、ぜひぜひやってみて、冬場のトレーニングして、いい状態で春を迎えられるようにしてみてください。はい、じゃあ罰ゲームいきまーす。はい、ということでちょっとねグランドあの後雨降ってきちゃったんで今やんでるのはいるんですけど、モンタナさんに前で撮影させてもらってます。はい、でトップバリュー穀物酢こちらお酢になります。はい、であまり本当に飲めるもんじゃないから実際のところやばいっすよね、だからこのね小さいサイズで本当ショット程度してあげようと思ったんだけど、そういえばこいつ2杯してるわと思ったからこのぐらいまで入ってます、半分ぐらいまで入ってるんで一気にいきますか。そうね、まあ2回に分けてもいいよ、2杯してるから、いきます。まあ、ね、一応2杯分として入ってます。2杯分です、うん、さあ大丈夫よ、飲み方どうでもいいよ、いきます、はい、大丈夫です、じゃあちょっとください、ああ、あっはい、じゃあそういうことで、今日はねスイングスピード対決の方はやってきましたが、まあ皆さんもねぜひ重いバット軽いバット等々でこの時期誰かと対決するのもいいですし、やってみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Yeah.